ね、皆さん、あの、期待していただきたいと思います。さあ、それではそろそろスタートさせていただきます。さあ、もうね、ずっと喋ってたら何喋ってるかわからなくなって。あの、皆さん、ちょっと注意事項をね、お伝えさせてください。基本的にも何もないんですけど、お猿さんがもし近くまで来たとしても絶対にね手は出さないように、触らないように、そしてロープの中には入らないようによろしくお願いいたします。可愛く見えると思いますけど、あのたまにですよ、たまにですけど、あの瞬間的にモンキーからヤンキーに変わってね、十分ご注意いただけたらなと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。すごい、さっきよりめっちゃウケたです。モンキーがヤンキー、後輩をやってたので面白かったのでパクりました。あの皆さん、お猿さんのね、あ、そう、音楽鳴らすの忘れてた。お猿さんのね歩き姿にご注目ください。あの四足歩行なんですよ。普段ねワンちゃんみたいに四足歩行で歩いております。さあ、なんと今からね一瞬でお仕事モードに変わりますので、はい、ぜひね皆さんお見逃しのないようにご覧ください。今はただのお猿ですから。それでは行かせていただきたいと思います。はるちゃん集中してね、ご注目。3、2、1、立ちました。見てください、この素晴らしい二足歩行、めちゃめちゃ可愛くないですかね。歩いてるね、人間のね赤ちゃんとね全く一緒、歩けるようになるのにはるちゃんも数ヶ月練習してますからね、ものすごい頑張りました。もう今では見てください、もう手つないで赤を見てくださいねえ、思いません。もうね皆さんのリアクションめっちゃ嬉しかったね、任せてください。もっとすごい歩き方いきましょう。なんと逆立ち、自分で気をつけした。あれじゃあ賢いね。めちゃ可愛いでしょ。賢いねって言ったらうんって言うんです。お友達もみんなよく見ててね。いくよ。賢いね。賢い。天才。ありがとうございます。はい。それではですね、本当にね皆さん貴重なねお時間ありがとうございます。あ、よかったら後ろのお客さんもっと前来ていただいてもいいですか。はい。そこで車通りますんで中の方にお入りいただけますと。はい。ありがとうございます。猿回しね、千年の歴史がございまして日本のね伝統芸能です。猿回しを見るとねとてもね縁起がいいと昔からずーっと言われています。くせえな。あ、ちょっとそのイラッとするのやめてくれる。あ、見ました、見てくださいこの悪い子、ほんまにそんなんしたらあかんって言ってるやろ。ねえちょっとちゃんとしなさい、ほんまにちゃんと。なんで来てんなんで、反抗期ですよ本当。ちゃんとしなさいって。なんで蹴んねん、反抗期か。うんやって受けてた受けてた。はい、ちょっとこっち帰ってきて、こっち帰ってきて、はい、もうほんまにあかんってその顔は。ほら言われてるよ。はるちゃん口開けてしまったら隠しなさいね。隠す。はい、隠して、はい、隠す、はい、ちゃんと、そうや、またや、隠す、ちゃんと、そうや、せろ、はい、気をつけ、わかった、はい。ものすごい犬の助けをしてくる。はい、皆さん本当にね貴重なお時間ありがとうございます。安心してくださいね、皆さんこの後ご予定あると思いますので今日ね無駄なこと一切しません。おいしいとこ取りで2つの大技ポポーンとね披露させていただきたいと思います。本日ね私たちこれが今日最終公演となりますので、はい、この後はね、別のメンバーね、頑張りますから、はい、もしよかったら次の公演もね、ぜひね、見てあげてください。私たちは今日がね、これ最終公演となりますので、全力で頑張ります。はい、最後までのお付き合いをよろしくお願いいたします。はい。ちゃんとここに座ってきや。はい、ちゃんとしっかりと体力をためながら。いいですか？一つ目の大技。やったことあるよってお友達いてるんじゃないかな。お、知ってる？嬉しいリアクションやな。
竹馬です。あのね、はるちゃん、普通のお猿さんってね、竹馬乗って歩けるようになるのに1ヶ月かかるんですけど、めちゃめちゃ頑張りました。なんとはるちゃん3ヶ月かかったすごいでしょ。これ本番の話ですからね。もうびっくりするぐらい下手くそやったんですよ本当に。でもね、あのちょっとあえて頑張りますから、今日は任せてください。そう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 、いいですか、ゆっくり行きやな、ちゃんと集中してゆっくり行ったら絶対こけへんから、わかったね。それでは行きます。ようこそお越しくださいました。まだ何もしてませんからね、ずっと喋ってただけ。ありがとうございます。はい、行きましょう、どうぞ。おいい感じよ、すごい、ありがとう。はるちゃん、いい感じよ。ちょっと速度速いから気付けや、ゆっくり行きや、真ん中まであと少し。これが私たちの唯一のネタでございます。拍手ありがとうございます。ねえ、よかったね、転んだね。はるちゃん受けてたよ。ちょっとこれしっかり持っててくれるかな。そうそうそう、持っててくれたらね、このまま用意ちょっとできる。はい、ありがとうございます。さあ、もう皆さん、あの冗談ここまでですから、ここからがショーの本題です。今回盛り上がっていただいてますから、ちょっと任せてくださいね。私たち頑張りますよ。なんと高さ倍、おめちゃめちゃいいリアクションありがとうございます。もし1回成功できたら、一番大きな拍手で褒めたってください。ほんまに頑張ったっていう証拠になりますんで。相当緊張してますよ、手震えてますから。昨日ちょっとこれで失敗してるんで、ちょっと失敗引きずってるんですよ。よし、頑張るよ。気持ち一つでね、結果があるからね。これを成功させて、二つ目の大技につなげたいと思います。それでは行かせていただきます。はるちゃん頑張って、本日はですね、2つの大技を披露させていただいてます。もう来たばかりだよというお客様もいらっしゃいましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。行きましょう。皆さんに一番ご覧いただきたい芸です。着地にご注目ください。はい、後ろの方のお客様もね、しっかりねご覧いただけると思います。イエス、はるちゃん集中して、着地にご注目。なんと逆立ちです。ありがとうございます。いよいよ次最後なんですけど、このね間の距離広げて、それをはるちゃんが取ったら終了です。ちょっとせっかくなんで、皆さんの思う距離で終わりたいなって思ってます。なのですいません、2つ質問させてください。1つ目が限界ギリギリの距離を飛んでるはるちゃんが見たいというお客様。そして2つ目が、そんなんかわいそうやから無難な距離にしてあげてというお客様、拍手で教えていただきたいと思います。お願いします。全員参加でいきますよ。一つ目の限界ギリギリの距離が見たい方、拍手。ほぼ全員でございます。ちょっと念のためにもう一個聞かせてください。そんなかわいそうやから無難な距離でいいよという方、拍手。ありがとうございます。
思ったより多かったです。一緒に言ってくれた。さあちょっとこれね、私たちにとっては今日がこれの締めくくりですから、あれちゃんちょっとほんまに集中せな、やめや、その猿みたいな顔するの。ナイスツッコミありがとうございます。このまま動くんだ。ちょっと本気で、これでもすごいんですけど、もうちょい行こうかなと思ってます。ここまで。しかももちろんさっきのルール変えません。逆立ちで着地ができたらの成功で行かせていただきたいと思います。これだけはこだわらさせてください。そして皆さん、この最後の大技披露させていただく前にですね、とてもね大切なお話ございますんで少しお時間ください。なんで春ちゃんがここまで一生懸命頑張ってくれるのかと言いますと、もう本当に間違いありません。今見ていただいている皆様の温かい応援のおかげでございます。本当に皆様ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一つ頑張れる理由がございます。それは皆様からのご理解のあるご祝儀によって。ありがとうございます。笑っていただけて本当に良かったです。今日はものすごく張り切りまして、一番大きなカゴを持ってきました。皆さんがもう本当にで構いません、はるちゃん見てのもう思ったまんまの評価をですね、ショーが終了しましたらスタッフがカゴを持ちまして皆様のところにお伺いさせていただきたいと思いますので、皆さんお気持ちのご準備よろしくお願いします。これちなみになんですけど、猿回し見れてよかったな、これからも頑張りやってそう思ってくださいました。大人の皆様、なるべく分かりやすい形に変えていただきますと私たちの励みとなりますんで、よろしくお願いいたします。皆さんもうちょっと笑ってくださいませ。はい、評価してあげたいなって思ってくださったお客様いらっしゃいましたら、ぜひ来てください。さあ、頑張ろう。最後まで全力で頑張ります。お付き合いよろしくお願いいたします。それではいきます。気合はそうや、足がついたら失敗ですからね。逆立ち着地で成功。あら、まだやっ汗ったらあかん。はい、ほんまに手術気をつけ気をつけ、そうや、いきますよ、大丈夫ですよ。ちょっと、ね、弱気になってるだけですから任せてください。やるときはやるおさる。あれちゃん一生懸命頑張った失敗は絶対かっこいいで、あれちゃん諦めたらかっこ悪いよ。皆さんも応援してくれてね。あれちゃんありがとうございます。元気出してそうや、頑張れ。はい、いいよ。それでは早速、はい、さあ、ですね、回らせていただくって言ったんですけど、前の方にね、カゴを置かせていただきますんで、はい、まだね、皆さん、ちょっとこっちの方にはね、はい、来ないようにだけよろしくお願いいたします。あら、まあ、なんと早速の、ほら、お兄ちゃんが早速、準備してくれてる。トップバッターで入れてもらっていい？じゃあ、ここにカゴを置くから、ここに入れてください。